いいね、日本は。ね、帰ってきてさ、オーストラリアから帰ってきたばっかりさ、美味しいもの食べられるでしょ。この魚ね、みんなね、ローで日本人は食べるものだと思う。本当？こんなのね、クックしないとね、食べられない。はいの？おかしいんじゃないの？おかしいんだから、ちょっとおかしい。だから、次はね、あそこみんなね、レストランに入る前はね、靴脱ぐの。どうして？だって、これが日本人の、あのね、うん、常識だと。うっさいなにね。アンビリバコで、向こうでね、あ靴最初伸ばされた。もう、靴脱ぎなさい。うん、でさ、畳の上に座らされてさ、箸使ったの。これじゃないの。これじゃない。箸、うん、これ。こう。みんな使ってる。これ、うん、ちょっと早くな。こうなの。そうそう、みんな。こういうふうに、うん、これだとこう何も食べられないじゃない。ほらほらほら。で、ね、シェフがね、みんなね、こんな油こんなにさ、ペンプロンとかやるからさ、油がこんなかかるの。やめてよ。こう、汚いの。でさ、それなんていうか知ってる？鉄板焼き。寿司。これさ、天ぷら。嘘でしょ。あともう一つ言わなきゃ。何があるの？焼き鳥まん。焼き鳥まん。だからね、オーストラリア人がね、食べて、でその後ね、知ってる？知ってる？あのバリバリバリ前なの。こんならそうなのだろう。まあ本当に引っ張りとかあるけどね、なんとか寿司ね。乾杯乾杯。